皆さんこんにちは、ヤヨンでございます。今回じゃんこちら、任天堂東京のジェットストリーム 4&1、0.7 のボールペンと 0.5 のシャープペンが付いてるね、任天堂東京の、ボールペンとなります。こちらを今回開けていきましょう。はい、さあオープン。おで、これどうやって開けんだ。あ、やべ、テープ貼ってあんじゃん。やべ。はい、じゃんこちら。お、いいっすね。はい、任天堂東京とこう書かれていて、結構シンプルながら、こういうね、ハテナブロックとか、イカのマークとかね、ニンテンドのマークが書かれております。で、全体的にはこの、ワインレッドっていうかな、ぽい赤と黒で、とてもシンプルでいいですね。で、ここにはシャーペンも使えるし、赤と青と緑ってあるのかな？はい、黒があって、あ、青があって、あ、緑もあって、赤もある。で、これが、シャープペンにあると。わー、いいですね。やっぱジェットストリーム、書き味もいいですね。では皆さん、それ。